はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございますの方もいるかもしれないんですけど、皆さんこんにちは。最近自己紹介をちゃんとやろうかなと思ってるんですけど、最近オープニングも全然まだ決まってないし、チャンネルのタイトルもまだ決まってないのでどうしようかなと思うので、とりあえずこんにちは皆さんということで始めさせていただきたいと思います。はい、じゃあ今日はですね、早速質問をこの間いただいたので、そちらのお返事をしていこうかなと思います。で、結構マシンをね最近使う方がいっぱいいると思うので、そちらの質問をいただきました。こんな感じです。こっちに出るかな。マシンの、ビットの、ケアビットの使い方について、質問をいただいたので、そちらをお答えしていこうかなと思います。よいしょ。皆さん、いろんなねビットを使ってると思うんですが、私はケアビットは2つほど使っています。グリーンのものと、あとこっちの丸いやつ、全然見えないけど、ちょっと後で、あ、見えたかな。これがケアで、こっちが丸いやつなんだけど、こうしたら見えるかな。丸い、ちょっと名前は概要欄の方に書いときます。で、これ私が選定してるやつ、すごくおすすめなので、これが削り用のビットになるので、これもおすすめのやつなので、概要欄の方に貼っておきたいと思います。はい。で、質問いただいた内容なんですけども、見ていただいた通り、ケアをしていくときにどうしても掘り起こしてしまって、ケアの跡がついてしまうっていう質問だったので、そちらの方をお答えしていけたらなと思います。で、今日はこっちの、白いホワイトボードを使って、解説をしていきたいと思いますので、どんどん進めちゃうので、もし分からなかったら、コメント欄だったりとか、あとインスタの DM の方に、メッセージいただけたらなと思います。コロナもね少しずつ落ち着いてきて、サロンも忙しくなってくる時期だと思うので、皆さんマシンをねうまく使いながら、時短ねしながらやっていってほしいなと思います。なので、そんなヒントになればいいかなと思うので、この動画を作っています。質問いただいた方ありがとうございました。これをね見てちょっとでもヒントになればいいかなと思うので、楽しみにしててください。じゃあそしたら行ってみましょう。久しぶりの技術動画なのでね、私も楽しみです。じゃあ、今日はホワイトボードの方で解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速ホワイトボードの方で説明をしていきたいと思います。では、まずは爪の形状をねしっかりと把握していくっていうことが大事なので、爪は少しこういう感じで湾曲をしていると思います。ちょっとこれはね分かりやすく結構こうカーブをつけていると思うんだけど、こんな感じで、ここが少しこうポコッとなっている、ここ指です。こんな感じになっているのが、爪、横から見た感じで、結構こう、ここまで多分盛り上がってる人もいないと思うんだけど、結構ここのね、高い方もいらっしゃると思うんですが、ポイントとしてはここのくびれがあるっていうことを忘れないでほしいなと思います。で、さらにここのねケアしたい部分っていうのは、ここの三角形の溝だと思います。ここの甘皮ケアを、していきたいので、それでしっかりとビットが角度が合ってないと、ここに、マシンのこう傷がねギュッと入ってしまうような感じになると思います。ここら辺かな、マシンのねギュッと入ってしまったりすることがあると思うので、その辺を気をつけていきたいと思います。で、マシンのまずそもそもビット、ケアビットっていうのを形状をね考えていきましょう。特にケアビットはこんな感じになっているのと、あと円柱になっているのがあると思いますが、今日コメントいただいた方はこっちの細長い方を、普通の円柱状になっているもの、あとこういう台形っぽいのかな、こういう感じになっているビットを使っているのが多分多いと思います。キャビットね、あとは私が使っているシルバーのこういうダイヤモンドなんちゃら、ちょっとそれも今手元にないからごめんなさい、わかんないや、ちょっと待ってね。こういう感じのつくしっぽい感じ、ちょっとしっかりと名前を見てきます。
私が最近の一番のヒットのお気に入りの子、これは TAT さんで買いました。ダイヤモンドドロップダイヤモンド 1.2M、 これが結構角質とかも取れるので今の私の最大のおすすめです。これもちょっとだけ先端の方が大きいのかなっていう感じですね。私が使ってるのはこの子とこっちの普通のグリーンのやつです。これもグリーンビットとかなんかそんな感じの名前だったような気がするんだよね。ちょっとそれも TAT さんに聞いてください。皆さんちょっと私も調べておきます。はい、こんな感じのね、形状をすごく把握していくことは一番大事なことなので、この形状さえ分かっていればどの角度で当てていいかっていうのも基本的には分かっていきます。まあ、爪のね、こういうここのカーブが高いかどうかっていうのにも関わってくるので、しっかりとまず自分が使っているビットの形状を確認してみてください。基本的にはこの3つだとは思うので、この3つの中からね選んで、今日はこの真ん中の解説をしていきたいと思います。ご質問いただいた方がこれと多分ねこれを使ってたと思うので、この辺の解説ができたらなと思います。このビットの形状が若干違ったね。少しガラス細工みたいな、ガラス作って途中みたいな感じの、ちょっとこっち側が大きい感じになっていると思います。アメリカンドッグだね。アメリカンドッグみたいな形になっているのが、ケアのビットになっていると思います。じゃあそしたら、まずこっちの真ん中の方からやっていきたいと思います。まずはお客様の爪の角度か、爪の、ここのカーブをねしっかりと見てあげてください。でここの、カーブに合わせてちょっとずつ、角度を変えていきたいと思います。でなんで傷がここに入ってしまうかというと、ビットを結局ビットの一番削れていく部分っていうのがここの部分になりますね。ここが回転をしていて、ここの部分が、当たってケアがされていくものになるので、ここの角度を立ててしまって少し力を入れるとかなりこう深くねギュッと傷が入ってしまう感じになるので、立てすぎずにいきましょう。ではまずどこを、中心としていくかというと、ビットの一番その削れるポイントとここの爪の入り口ですね。このキューティクルと、爪のところの入り口が同じ角度に垂直になっていることです。これ以上立てすぎてしまったりとか、立てすぎるともっとこっち側が掘れてしまうのと、逆にこっちを寝かせすぎるとここの地爪を結構、まあ、あんまり削ることはないんだけどやっぱり傷が結構入ってしまって、さらに結局ここに当たってないからケアができないっていう方法、ケアができないっていうね、感じになってしまうので、必ず、一度わからないのであればマシンを止めて角度をしっかりと確認してあげてください。ちょうどこのペンがね丸い角度になっているので、この感じで入れていく、垂直に入れていくとしっかりとここの角が当たってこの角でケアができます。なんですがこれ以上立てていくと角が立った状態、角が一番掘れるところがギューッと爪に刺さってしまうようなイメージになります。一番鋭いところがね爪に入ってしまうので、それで削れてしまう原因になります。で逆にこれを倒しすぎてしまうと結局ここには今当たっていないので、ここの地爪の方に当たってしまって、結果的にケアができないっていうことになり、なる原因になってきます。なのでしっかりとお客様の爪の盛り上がり方によって結果変えていく。全然爪が盛り上がってない方、ここはね、皆さん生え際なのでギュッとくびれが基本的にはあると思います。
で少しカーブがある方で、先ほどのように結構爪がしっかりとポコッとしている方、フットはね逆にこっちの方が多いと思います。フットはそんなにねこう湾曲している感じはないと思います。これ正面から見るとあんまり、中ぐらい、結構しっかりめ。こういう方の場合はさらに横のお肉が盛り上がってる方が多いので、しっかりとスキンダウンをしてあげないとここのサイドのケアができないので、しっかりとサイドのケアをしてあげてください。なのでこういう方、まずはあまりカーブがない方の場合は、よいしょ、このくらいの角度です。しっかりここに、このキューティクル際のところですね、ポイントはここです。ここに角が当たるようにしていく。ここですね。よいしょ、ビットがしっかりと一番削れるポイントが立ちすぎず、この垂直にビットが当たるようにしていきます。垂直にビットが当たるように、結構このぽっこりしてる方の場合は気をつけていかないといけないので、ぽっこりしてる方の場合、お爪がね高い方、ハイポイントが高い方の場合は、お客様の爪を結構下向きにしてあげるとビットをね自分の角度で操作しなくても済むので、少しお客様の持ってる指を斜め下に向けて、それでその自分の手をねあまりこう深く入れすぎないようにしてあげないと、逆にこうやって深く入れてしまうとどんどん傷になるので、逆にお客様の爪を少し下向きにしてあげて、あまり角度は変えないようにケアをしていくといいと思います。でより、力を入れてしまうと必ず、ギュッとね掘れてしまうので、少しずつ半分ずつ、ケアをしていくといいと思います。他のあのケア動画も撮っているので、もしよかったらそちらも参考にしてもらえたらなと思います。で逆にこのホットドッグみたいな丸い方の、ビットに関しては、こちらも一緒なんですが、一番削れていくのは、これは全部同じ、ガサガサが、つぶつぶがねこういう感じでついている状態になっているので、でもここが一番削れるポイントです。まあ、一番当たるポイントになるので、同じですね。これと角度を、同じに入れていくと一番良いと思います。立てすぎず、寝かせすぎず。寝かせてしまうと結局ここの一番ケアしたいところはケアできなくなっていきます。なので、一度、マシンをやる前に、お客様の爪でもいいですけど、自分の爪で練習していくときには、必ず自分のここの爪のね、ここの形状がどうなっているのか、どのくらいの角度で当てればいいのかっていうのをしっかりと一度把握をしてあげてください。こんな感じでね